よし、じゃあ行こう。バスに乗りに行く。うわぁ、どうなるんだ。わっ、また警備が、セキュリティが生徒と。デイビッドとネイさんが話してるってことは、ネイさんか、これ。きっとケイトのことかな。それともレイチェル？バスだ。長い。音楽聴いて。おお、いいね。おしゃれ。おしゃれ。バス長くない？よく曲がれるよな。灯台が見えるね。結構灯台まで遠いんだな。いい天気とは言えないな。お、来たね。ツーホエールズダイナーかな。2匹のクジラが。盗もうとするなよ、俺の宝くじで。あ？別に興味ないわね。億万長者になるぞ。誰も宝くじを盗まないでくれ。時間を巻き戻さなくても、このダイナーは昔のまんまだ。待って待って、この人何言ってんの？やばい、いろいろまた。こっちに行ってもしょうがない。あ、そこそこ、すいませんね。いろいろまた見ちゃうよ。ほんと全部調べちゃう。なんかイライラしてるのかな。大丈夫？この人はめっちゃ気になる。いろんな時代のアルカディアを知ってるんだろうな。また鳥がいる。え、もうやばい。うわ、通行人。話す。喋ってる暇はねえ。俺は億万長者だぞ。この宝くじが見えねえか。バスが来たら監禁しに行くんだよ。どういうこと？てか喋り方は癖があるな。語尾を伸ばす感じが。あの、何か困ってます？まあね、もうバスは来たのかしら。ネットの時刻表が使えないの。どうかな。どうかな。いつもはすぐ来るんですけど。仕事の面接に遅れたくないの。ああ。それにしたってバスでニューポートまで行かなきゃ仕事探しもできないのよ。景気悪いんですか？いいように見える？ここじゃ家賃も稼げないわ。うまくいくといいですね。ありがとう、頑張るわ。家賃も稼げない。クロエからメールだ。遅れる、席取っといて。ママがなんか食わしてくれるよ。食べなきゃ死んじゃう。昼までに会えたらラッキーぐらいでしょ。まだ8時40分やけど。昼までに。優しいな、マックス。ちょっとこの。この宝くじはやんないぞ。自分で買え。
喋っとること変わった。この宝くじはやんないぞ、自分で買え。もうこれしか言わないね。自分で買え、俺は億万長者だぞ。すごい語尾伸ばす感じ、面白いな、おじいちゃん。もう何も出ないな。おい、よせ、吠えるんじゃねえ。近づいた。行くべき場所はここじゃない。あ、ダメ、ダメみたいだな。あの、こないだの汚い RV 車がある。こないだの汚い RV 車、そんなのあったっけ。おーい、ビラがたくさんある。誰も読まないのが悲しいね。土地開発、人口埋め立て地はいらない。どういうこと。いかにもアルカディアベイによくいる不愛想な漁師って感じ。あ、漁師さんなんですね。おはようございます。いつでも漁に行けそうな格好ですね。そいつは無理な話だ。この町はもう昔のように魚が取れねえ。ああ、そうなんだ。そんなに変わった。そんなに変わったんですか。すっかり変わり果てちまったよ。俺が町一番の漁師だったのは大昔の話だ。今でも腕は良さそう。船は、今でも腕は良さそうですけど。お世辞じ。昔は魚の方から船に飛び込んできたもんさ。プレスコット家が港の権利を買い取るまではな。そういうこと。プレスコット家。この町はプレスコット家のもの同然。そのうち町の名前もプレスコットベイに変えられちまうかもな。学校も同じ状況。学校も同じ状況。ああいう連中は学校や図書館を作って尊敬を集めるんだ。費用落としても仕方ねえ。魚たちがバリハイを呼んでいる。老漁師は死なず、ただ生臭いのみって言うだろう。もっといろいろ聞きたいけど急いでるので、たくさん釣れますように。マックスなかなか社交的よね。まあ私が喋りかけてるからなんだが。お、こっちには行けないな。ガソリンスタンドと、なんだ、 Do you do、 どういうことだ。お、これが、お、写真撮れるな。昔はクロエも一緒に家族みんなで食事したな。あの頃は楽しかった。写真。こことかも行けるんだ。何にもないけど、クロエ遅れるみたいだから。なんだこれ、何にも出ないな。あ、新聞。あ、新聞なんだこれ。あの雪の原因が載ってるかな。雪か、そう書かれると読みたくなるよね。異常ね。異常なことであると発表。新聞もそのうち時代遅れになりそう。あの、すみません。見たかいこれ、世界各地で紛争中なのに新聞の一面は雪だぞ。きっと来週は雲だな。え、この町は長いんですか。それなりにね。だがもうこの町もゴーストタウン一歩手前だ。新聞の記事には好景気だって。それ以外には行方不明者のネタしかないからな。レイチェル・アンバー。レイチェル・アンバーのことだったかな。きっとこの町に飽きて出てっただけだ。無理もないさ。まだ何か星占いを読んでるんだ。
それは失礼。本当にこっちに行ってもしょうがない。ここで終わりか。何にもないんだな、街が。本当にすごい田舎なんかな。ホームレスがいる。かわいそうに保護施設はないのかな。話す。どうも。ああ、ごらんよ。若さあふれる女の子だ。あんた高校生か。ホームレス女性だったのか。ブラックウェルの生徒です。あんたは若いが頭が良さそうだ。私はブラックウェルや町のことなら何でも知ってるよ。この町は長い。フレスコット家に聞きて。フレスコット家について教えてほしいんですけど。諸悪の根源さ。町のために尽くしてくれた時期もあったが、ずいぶん昔の話だ。今じゃ町を牛耳ってる。あの家の人間に脅されている子がいて。だったらあんたが守っておやり。プレスコット家が相手なら警察も当てにならん。あんたの学校だって奴らのもの同然だ。ジョイス・プライス。ジョイス・プライスって何？あ、お母さんか。このダイナーのジョイス・プライスは知ってますか？自分の家族よりも世話になってるよ。あんたくらいの年の不良娘がいる。ああ、クロエのことだな。旦那はろくでなしだが。旦那、マドセン君のことか。デイビッド・マドセンですね。一度私に仕事を探せなんて言いやがった。せめてジョイスには優しくしてるならいいけどね。わ、クロエの木と、クロエのこと聞こえ。この町に住んで長いんですか？そりゃあもう、この町の変化とともに生きてきたんだ。町の変化？町の変化って？一目ではわからんかもしれん。この町は美しい。だが闇も深い。欲深い連中が町を乗っ取り、人々は仕事を奪われ、プレスコット家のことでしょ。私のように。お気の毒に。この町を出たことは？どこへ行けってんだい。この霧が私を守ってくれる。たとえ住む家がなくとも、アルカディアベイが私の故郷さ。もう行かなきゃ。さよなら。町のこと好きなんやな。おう、あ、あ、すごい、なんかパトカーの音が。うわ、虫。こっから写真撮れるぞ、犬の。すごいね、ヘッドホンの右側からね、虫の羽ばたく音が聞こえてくる。すごいゾワゾワする。写真を何枚か撮ったな。時間切れ。お、結構撮ってきてるな。犬の後にもう一個撮れるみたいだな。よしよし。だいぶ、もう見終わったかな？調べ終わったかな？話がしたかったらいつでも来るといいよ、お嬢さん。はい。よし、行くか。ひい。あ、また、レイチェルのビラが貼ってある。でも、クレが貼ったんだろうな。おいしい朝食の匂いと、フォークやナイフのカチャカチャいう音。13歳の頃に戻ったみたい。13歳ぶりなのか。今日は大量でした？大量どころか、一匹も釣りえしに。全くしけてやがるぜ。食事の邪魔をしないでくれ。あ、すいません。この人も漁師なんだ。漁師って本当に無口なんだね。奇妙な女性。何それ。一人で食事してると
いろいろ考えちゃうよね。何が奇妙な、外ばっか見とるけってこと？あら、おはようお嬢さん。とってもいいお天気ね。きっと今日は素晴らしい一日になるわよ。朝食を楽しんでらっしゃい。ノリノリやん。ガムボール、うわ懐かしい。うやだ、このガム5年前からずっとここにあるんじゃない？マジかよ。よくこんなことできるな。え？ツアー？ツアー体験ってこと？どう見てもつまんなそう。つまんなさそうなのか。クロエを誘ってみようかな。何これ？あー、ビッグフット。ビッグフットって何なんやろ。土の子みたいなもんかな。銃を持った生徒がいることについては言及なし。無料キャンパスツアー。オープンキャンパスか。トイレ、落書きがある。この落書きも昔からあるな。キモい。え、レイチェル A マス B A B G。 なんだ、どういうことだ、わからない。スラングなのかな。写真撮ったね。あ、すごい。鏡だから自分の姿も入ってんな。落書き。田舎の詩人って感じ。いや、全然なんて書いてるかわかんねえな。これ、タンポン販売機か。T シャツ？うん。欲しいんだけど、観光客っぽいよね。このポストカードからは街の異常さはわからない。あ、猫ちゃん。猫ちゃん。若者。お、大丈夫か？朝から。うわ、なんかヤバそうな人。話す。なんだよ、ビールを飲みすぎて気分が悪いんだ。向こう行ってくれ。話すと頭がガンガンする。すいませんね。警官気取りのデイビッド・マドセンよりずっとまともそう。話す。すみません。いや、お嬢さん、何か困りごとか？え、喋りかけといて家ってやばくない？何を食べようか、何を食べようか迷ってるだけです。ああ、ジョイスの店はどれもうまいからね。俺も悩むよ。パンプキンパイかマカロニチーズか。うまそう。ジョイスのこと、おばさんと親しいんですか？ジョイスの料理は最高だ。署の連中もよく来る。へえ。みんなここが好きなんだ。彼女は俺たちのおふくろだな。いいな。クロエのこと、デイビッドのこと。あー、どうしようかな。デイビッドのこと。デイビッド・マドセンと親しいんですか？ただの知り合いだが、なぜそんなことを聞く？確かに気になっただけって言われた。なんか詮索されそうだな。有名人なので。ある意味学校では有名人なので。彼は立派な男だ。軍の経験もある。高校の警備員はデイビッドにとってぴったりな仕事さ。誰もが警官になれるわけじゃないしね。クロエを知ってるんですか？少女クロエは有名だからな。ジョイスも気の毒に。どうやら部屋に売人まで連れ込んだらしい。売人？これ私のことでは？え、誰からそれを？通報があったわけじゃない。ジョイスはクロエの友達が持ってたと言ってたが、どう？やべえ。その友達の名前は？言わないんだ。
別にそいつを逮捕するつもりもないんだが、やばくね、クロエに二度と近づかないよう脅すって冗談さ。それにクロエにはデイビッドがついてる。君は友達なのか？そうです、そうです。手のかかる子だろう。そんなことないよ。いえ、クロエは少し運が悪かっただけ。運は自分で作るもんだ。あの子は自ら破滅に向かってる。うざ。心理学者を気取るつもりはないが。もう行かなきゃ。朝食をごゆっくり。ああそうだ、外の RV 車には近づかないようにしなさい。見るからに怪しい車には近寄らないようにしてます。賢明だな。中に住んでるフランクって男は要注意人物だ。詳しくは言えんが。さてこれを飲んだら仕事に行くよ。そこまで言ったら気になるくない？ちょっと話すべきこと間違えてる気がするけど、この警官。知らなかったら関わらないまま終わるやん。私には運転手なんて絶対無理。あんな大きなトラック乗れないよ。今はおしゃべりする気分じゃない。すいません。大量の朝飯を腹に収めてるとこなんだ。話は終わりだ。大量。トラックであちこち旅する暮らしってロマンチックだな。あ、2人でトラックの運転手してんのか。こんにちは。どいてくれないか。見えないだろ。あ？何が？私がどかないと見えないんですか？嫌な言い方しやがる。ジョイスみたいだな。おばさんみたいって。偉そうで生意気だ。お前みたい。おばさんは最高。失礼ですね。失礼だな。少し失礼じゃないですか。こっちは2トンもの商材を運ぶために夜通し運転した末にやっと朝食にありついたとこなんだ。窓の外を眺めながら静かに食いたいんだよ。わかったらどいてくれ。いや別に窓見てないじゃん。窓見たいならカウンターに座るなよ。意味わかんねえ。スケボー、スケボーと愉快な仲間たち。ジャスティンっていつもだるそう。デーナに負けないくらい幸せそうだ。あ、トレバーってあれか。デーナがハロウィンパーティーに誘われたのって言ってた人だったっけ。やべえ、記憶障害。何してるの？授業サボってスケボー行く前のコーヒーブレイク。マックスこそ写真撮らないのか。まだいいの？まだいいの。私もコーヒーブレイク中。なあ、コーヒーに薬でも入れたらちょっとは目が覚めるかな。覚めても授業はサボるんでしょ。そっちこそ宿題やったのか。ああ言えばこういう。そういえばトレバーとデーナの件は知ってるの？付き合ってるってトレバーから聞いたよ。ぼーっとしてる間に先越されたってわけ。じゃあな、マックス。じゃあな、トレバー。トレバー。よー、マックス。そういえば寮で俺のこと見たって？あ？ああ。デーナの部屋におったね、そういえば朝。うん、デーナの部屋から出てくるとこ見ちゃった。出てきたところやった。さっきジャスティンにも言ったんだ。こいつもデーナを狙ってたから。マジ？ジャスティンの反応は？すげえ怒ってたけど大丈夫。隠し通すことも無理だしさ。じゃあまた授業で。そっか、ジャスティン、それでいいのか。眠くなってきたから後にしてくれ。はあ、そっかそっか。この二人、そういう中で二人で朝食をとるんですね。へえ。ああ、どれも美味しそう。食べたい、食べたいよ。座る。おお、ここで席を取っとけってことか。見る。家族でホエールウォッチングって行ったことないな。すごく楽しそう。ホエールウォッチングタイム。シクスティーズ？店の雰囲気にはぴったりだけど勘弁してって感じ。シクスティーズがわからん。これってケンキージーとおばさん？うわ、すごい。ケンキージーって何？誰？
漁師たちの栄光の壁だ。かあ、すごいね。よく魚が取れたみたいだな。はあ、そっかそっか。うわ、おしゃれ。これかわいい。ネオンみたいな。おばさんとは喋れないのか。喋れないみたいだな。使う。バンジョーの曲、ギターの曲、バンジョーの曲。え？すごい雰囲気変わったな。座る。